よしのりさん、おめでとうございます。どうですかね自分の話が300人。まあ、1再生1人かはわかんないですけども。まあ、もし、1再生1人だと仮定した場合、300人が聞いてるってすごいないですかね、これ3、目の前に300人集め、ね、普通だったらちょっと難しくないですかだからまあ、自分で、あ、 自分の話でも聞いてくれる人がいるんだっていうこの結果の積み上げが自分の自信になって情報発信をしていくうーなんだろうなあ自分でも発信してもいけるんだっていうねだからこの結果の積み上げが本当大事なんでうんだまあここでもね相談のコメントも来てるわけじゃないですかだから自分でもその悩みに対して対応できるうん悩みをこう相談してくれる人がいるってことですよね 分かりますだからこれは発信しなければ一生多分こういうことはなかっただろうしまあ今後はやら,やらなければいけないのはああの発信をして悩みを聞いて解決していくっていうもうほんとシンプルに言うとこれだけなんですよでその悩みを解決する中でそのなんだろうな値札をつけて、えーまあ、コンサル商品売るのかフリーコンテンツであの信頼関係作るのかってう、まあ、もうそこそこれだけなので。 うん、まあこのアニメのやつに関しては、あのお客さんのその悩みとかいろいろ聞いて、あこれだったら商品作れそうだなとか、またまあそこはご相談いただければいいですけども、まあ基本的にそのデータ溜まってくると思うんで、うん。まあ最初はね無料でね、フリーコンテンツで作ってってっていうところでやればいいと思いますけど、うん。 まあこれはもうやりながら YouTube のこういう風にやればアクセサーがあるんだなっていうのを自分でやってみてください。それがもう自分の自信につながりますので。うん40人もすごいですねうん。まずはまあじゃあチャンネル登録は100人ですかね。まあこれもいけますよね。今40人いるんだから <laughs>。 うんまあ、どん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 発信。発信することに慣れる。そして、相談に対してアンサーしていくっていう、これをもうルーティンでできるようにして、やってほしいなというとこですね。うん。引き続き、テストしまくってください。テストして、検証して、仮説立てて。あと、仮説立てることも大事ですね。ある程度、まあ、この結果2つ出てきたんで、あじゃあ、こんなんだったらいけんじゃねみたいな仮説を立てて、テストしてみるっていう。で、その仮説が当たったら、 あなるほど。みたいな感じで、精度が高まっていくわけですよ。うん。はい。おめでとうございます。また報告、お待ちしております。